消費税をゼロにした上で、さらに金融資産課税を財源にすればですね、一定の所得以下の人に、例えば年間30万ぐらい配ると。まあ子供には一律30万円配られますと。まあコロナの時に、10万円給付とかやりましたよね。あれをですね、まあベーシックインカムっていろいろやり方がありますけど、まあコロナの時にやった政策があるわけで、で、それを、年間30万ぐらい配ればですね、例えば5人家族だったらプラス150万になるわけです。所得が低い人は。まあ、1家庭でプラス150万ぐらいのお金が入ってくれば、それは、何らかの消費に回っていくものと思われます。そうすると、その消費が、誰かの賃金になっていくということでですね、賃金も強制的に上がるし、そもそも所得を配ってるんですから、豊かさは直接上がるということですね。まあ、これを所得換算すれば実質所得は上がるということなんです。また翼の塔のベーシックインカムの政策は、既存の社会保障は維持してプラスで配るということをまずやるべきです。実は竹中平蔵もですね、ベーシックインカムをやれとかって言っているんですけれども、竹中平蔵たちがベーシックインカムをやれって言っているのはですね、社会保障費を削減したいと、いう意向が強いんですね。ベーシックインカムが、悪いということではなくてですね、まあこれは使い方なんです。で、さらに消費税をゼロにした上で金融資産課税とかを導入して、それでも財源が、余ると思いますので、経済も回るので、そうすれば、軍事費用やインフラ投資に充てればいいと。まずは、国民の所得を上げることがですね、様々な経済を活性化することになりますので、私たちは直接国民に所得を配る、ベーシックインカムのような政策は絶対にやるべきだと、ずっと訴えてきてまいりました。まあインフレの今ですから、また実質賃金が下がっている今ですから、こういう政策を本当は考えるべきであると、強く強く思います。